食いましたよ。ああ潜られた。ああ出てこい。カモン。ラテスのね、操作アクションで一番大事なのは潜らせないことなんです。だから Twitch とかも通常だと普通のミノーとかだと横さばきでこういう Twitch をかけますけど、ラテスの場合は上にトントン、潜らせないように上でトントンで、その時にキラッキラッってするって、これが一番いいんで、ね、あとね大事なのはロングキャスト、すごいロングあの距離がやっぱりトップウォーターと同じで重要になってくるんで、近いとねどうしても見切られたりとか、自分ボートとか自分とかが、バスから見えると見切られてしまうんで、なるべくロングキャストで、一番集中して探ってくるのは着水してだいたい3メーターから5メーターぐらい着水音にすごい反応するんで、こういう時期、バスが水面を意識している時期、ラテスが釣れる時期っていうのは着水音にすごい反応するんで、着水してから3メーターから5メーター、キャスティングした距離の、3分の1ぐらいまでを一番集中して、釣ってみてください。食った食った食った、よし食った、いやーいろんなか入られた、出てこい、ついてるかな、あついてた、かわいい、よいしょ、かわいい、ウィールごと、今のはちょっと潜ってる時に釣りましたよ。ちょっと雨がスローライトになってきたみたいに、出ました、ラテス。今のは綺麗に水面に浮いた瞬間にビヤン、水面が割れましたね。出ました、出ました、楽しい。今日はね皆さんにこのラテスの、使い方を紹介しました。フローティングミノー、ジャークベイトっていうと一般的には、ジャークしたりツイッチしたりして、水面下潜らせて、使うっていうのが、一般的な使い方だと思うんですけど、このラテスに関して言うと、そういった、ジャークベイトの使い方ではなく、より水面トップウォーターに近い形で使った方がその威力っていうのが非常に発揮されます。この6月、7月、それから9月といった、琵琶湖においてそういうトップウォーターが有効とされる時期っていうのは非常にこのラテスも、有効なルアーの一つです。私のガイドでも常にエキサイトな、場面を演出してくれるすごい大事な脇役、いや今はもう主役って言ってもいいかもしれないですね。それくらい、欠かせないルアーになってます。皆さんもぜひこの時期に一度試してみてください。